さあ、はい、今日はですね、あの大好評企画第2弾、ね、私の地図帳パクリのやつですね。パクってないよ。例のね、俺の地図帳は5月31日の日曜日に深夜放送ありますからね、はい、まああれはあれ、こっちはもう全然企画違うから。あ、そうですね。さあ今日はご覧のようにからほり商店街、はい、およく来るでしょ。いいたまにですね、はい、ではいつものように、はい、カードを引いてもらいたいと思います。でも2枚ですけどね。ね。どうしようかな。まあ、どちらもいいや。ほう。はい。せーの。ダンと。やったー。死なれてるからいいけど、言っても、そういうキャラじゃないですからね。今回は AD の仕事として、はい、カメラの撮影もあります。お、ね、これはもう、はい、あのカレンダー用に使う可能性もあるんで。あ、そうなんですか。まず任してください。なんでその自信もないのに、なんか笑顔で怖いな。吉田さん、構成には厳しいですからね。そうね、そうそう、この人に任してくれ、大丈夫か。はい、行きましょう。はい、行きましょう。電柱に、空堀商店街入れたい。あ、まず取っとかなきゃな。あ、そこで、そこでちょっとジャンプとかしてもらって。ジャンプ、ここでジャンプ。せーの。ちゃんと取れた今。着地ちょっと寄せなさ。あ、ちょっとそれぐらいで振り返って。はい、ちょっと難しかった。いや、いいのよ。難しいですね。まあ、柏餅。お。あ、なんか季節は。季節。で、ちまきも。あ、ちまきもね。これ。出来たてですって。わあ。食べたい。食べたいね。読売テレビなんですけど、カメラは大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。事後処理っておかしいだろ。味が違うから一つずつ。あ、そうそうそう、はい、380円です。安い。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。予算もうギリギリなんですよ。予算がないですよ。300円とかにはならないですよ。380円。いいですよ。本当ですか？本当ですか？いいです。さあ、いただきます。おお。おわ、おいしい。おいしいよな、それはな。つきたてって感じしますね。うん、かしわ餅もいってみるね。うん、おいしいよ、うん、かわいいですね、いいですね。ちょっと明るめの荒木みたいになってるけど。ちょっとお願いがありまして、うん、お店のどこかにこのシールを貼らせていただけないですか？わかりました、貼ってきます。本当ですか？はい。あ、わ、目立つ目立つ。はい、すごい、ありがとうございます。いいですか、そのところに、はい、なんかいい感じで美味しいものを食べられてます。はい、そうですね、松竹堂で松竹堂。すいません、ちょっと店のイメージ落ちるかもしれないですけど、申し訳ないです。申し訳ないです。ありがとうございます。いい匂いするコロッケだ。うわ、我々揚げ物意味ないからな。ねえ、それ1個と、うん、ビーフコロッケと、うん、あとやっぱりエビも、エビプリもちょっとね、捨てがたいかなと。なかなかいきますね。これおいくらになります？100円。やった、本当に3つで100円ですか？いらんけど4やったら100円。ありがとうございます。負けているのかな。すいません、ありがとうございます、はい、お店の名前も言っておいた方がいいよ、はい、美味しいコロッケのお店、ここはデリカイズですか？うん、どうですか、プリプリ。本当にエビプリプリ。おお、うん、じゃがいもの甘みがすごい、うん、美味しい。唐揚げ専門店。お前、揚げ物今手にしたばっかり。もう全然なんか美味しそう。それはうまそう、めちゃくちゃ美味しそうだけど。美味しそうです。